おすすめの家計簿アプリについてご相談いただいてますね。使いやすいのは何でしょうか。分かりやすいもの、あ、まあ、推奨するものを教えてくださいということなんですね。まあ、長期投資をされたいので、その資金を捻出するために家計簿アプリを利用したいと、まあ、使いやすいもの、分かりやすいものということなんですけれども、まあ、マネーフォワードは結構分かりやすいのかなとは思います。ただ、まあ、使い勝手っていうのは結構個人差がありますので、まあ、実際使ってみてというところで、まあ、実際に試してしっくりくるものを使われるのがいいかなとは思います。まあ、今すごく分かりやすいシンプルなものもありますので、まあ実際使ってみて試されるのがいいのかなとは思います。で、家計簿アプリでですね、しっかり1ヶ月まずですね、支出をしっかり明確にしていただきたいんですよね。で、円グラフになったりして分かりやすいので、まあ、これで余計なコストを削るということですね。そして投資しますと。フィリピンにいらっしゃる方からご相談です。一人旅の定番ですね、遊びにおすすめの場所、おすすめスポット、